皆さんこんにちは。エニュービューティークリニック院長の米澤です。じゃあ今回はスタッフのお母さんに毎日切開の施術をする機会があったので、その様子をお届けしたいと思います。それで、今回はやっぱりスタッフのお母さんなので、通常のモニター様よりも、カウンセリングの様子とか、あと術中の様子、あと術後の経過も非常に細かく追うことができてますので、貴重な映像になっていると思うので、どうぞご覧ください。今日はね、お母さんの方のね、施術ということで、もう事前にお伺いしてるんですけど、やっぱりちょっとここのボリュームがね、重たさがねちょっと気になるんですよね。やっぱ自分でも感じます、なんかここかさって、朝起きると、開きづらい。なるほど。じゃあこれちょっと一緒に持っていただいてですね、ちょっとごめんなさいね。よし、そうです、やっぱりね、今ちょっとこうね、この目と眉の間のね、皮膚の量がね、今ちょっとこう多くなってきてる感じがあるんで、なので今ちょっとこうね、かぶさっていうのを必死にこう眉毛を上げてちょっと補っているという状態になってくるので、やっぱりこういう状態があると、朝重たいっていうのもあるし、なんかおでこ疲れるとか、そういう眼精疲労とかね、そういう症状にもつながってきたりするので、それでこうね、真上を軽くするときって戦略としては2つあるんですよね。で、1つは眉毛の下で取るっていうパターン、でもう1つはこの二重のラインで下で取るっていうパターンがあるんですけど、やっぱりね、正直に言うと、まぶたの上の方が量もしっかり取れますし、量もしっかり取れるし、あとここがこう自然にこうふわっと持ち上がったような感じになるんで、仕上がりが自然なんですよね。その傷跡なじみまでちょっと時間かかるというのがあるんですけど、最終的にこう目元は結構自然な感じに残る、自然さを保てる。下で切っちゃうと二重の幅をどうしても広げることになるんで、ちょっとこうバチッとした二重になっちゃうんで、今の全体的な雰囲気とか、あと今までの美容の経験とかを考慮すると、これはやっぱり眉下切開ね、やっぱり いいというか、なんていうか、結果も受け入れやすいと。しかも一ついいこと言っておくと、眉毛の形がね、割と結構綺麗、綺麗にこう長く残ってるんで、これが眉毛がね、ここだけしかない人とかなったりするとデザイン難しかったりするんですけど、割とね、この真ん中から始まってスーッと、この外側辺、ここら辺まで残ってるんで、傷口もね、この眉毛のほんと下 0.5 ミリをちょっと一緒に切り取るような感じでデザインすると、縫い合わせた時にね、傷口がこう、この毛の下にこう隠れ込むようにデザインできるんで、直後はちょっと突っ張って感じるかもしれないですけど、今見た感じだったら、ちょっと積極的にね、ちょっと攻めの姿勢で臨んでもいいかなと思うんで、そうですね、よし、緊張します？いや、特に結構が座ってる感じ。いやいや、焼き上げで一睡もしてないので。なるほど、ね、暴走してるだけです。寝不足ぐらいがちょうどいいです。手術受けた時は、寝ちゃってできるんで、いつもこんなに高くないんですけど、今日はもうゲストですけど。なるほど、OK、わかりました。よし、じゃあちょっとお部屋準備して、じゃあ今これ目元正面から見てるんですけど、一応ね、内側の切開ラインはもうこのちょっとこう、もう毛が薄くないんです。やっぱりギリギリ内側まで狙っていこうと思います。はい、これが、ね、あんまり内側入りすぎると傷跡すごい目立っちゃうんで、この毛根が残っているギリギリのところですね。はい、目頭の真上ぐらいからスタートして、はい、でぐっといって、で外側のちょっとこの辺り、こう毛量が少なくなってくるんですけど、やっぱり、ここで最大幅取りたいんで、ちょっとしっかりめにこうね、外側の方は意外と傷口がちょっと外出ても目立たないんで、馴染んでくるんで、ちょっと距離稼いで、距離がある方が幅も取れるんで、
それでデザインしていこうと思います、はい、じゃあちょっとデザインしていきますね、よし、まあ、眉毛設計で上のラインは自動的に決まるんですよね。このもう眉毛の形に制約を受けるというか、うん、でもなるべくちょっとこう内側から始めて、で上のラインを遠慮して下に流れると結果的に傷口が目立って、うん、まあこうどっちも悲しいっていうことになるんで、うん、施術する側もされる側もなんで、上のラインは結構やっぱ眉をちょっとかじる感じで、うん、ちゃんとデザインしてもいいですね。まあ、どうしても制約受けるんで眉の形ですね。だいぶ眉が上がってこう補う感じ、動きがね、うん、結構出てるんで、うん、で下のラインの目安はこれ、この骨、この骨とこのまぶたの膨らみの脂肪がうっすら移行するような谷があるんですよね、うん、その谷の上をちょっと気持ちかすめるぐらいで行くと、まあ綺麗というかうまくいきますね。これであんまり下攻めすぎちゃうとそのまぶたの中に入っていくんで、ちょっとよろしくないと。結構強いですね。そうそうですね。瞬間にすごい眉毛が、ここにね、まあ実際着るときは、まあ上は結構、まあ、紫のラインの上目ぐらいにして、まあ、下のラインはまあ気持ちちょっと内側に、うん、そうですね、内側はあんま広がらないように、うん、そうですね、多分これでも、これでここがグッと上がったら、ちょうど良かったぐらい、これより小さいと、すっきりしたけどちょっとかぶさってるっていう感想になりそうな感じがするんで、こういう感じになりますデザインね、こういう感じで、でもまあ内側ね、目頭上、内側、目頭上で、外側もまあほぼ目尻の真上って感じで、こっちもほぼ目尻の真上、そうですね、でもね、これぐらい取って、うん、終わった後は取ったらまたね、下がってきますよね。まあまあまあ、それの意味も含めてね、うん、そうですね、これでもね、終わった後はね、結構ちょっと突っ張ると思うんですけど、うんうんうん、でもね、1ヶ月だったら不思議で、結構馴染むんで、うん、はい、これがバシッといった方がいいですね、はい、うん、
つかったんで、はい、直後はねちょっとむくんでてちょっとびっくりすると思うんですけど、はい、直後こんな感じで、あ、すいません、すごい持ってます、こういう感じで、はい、まあやっぱりちょっとね、はい、ここ見たら驚くと思うんですけど、かなりね、ゆっくりにしてますので、はい、うん、でこっちの方がね、二重のラインがねこうちょっとこっちで薄いんで、こう膨らみがちょっと下まで来て、こっちの方がちょっと何ていうんですか、目の下がちょっとあるように見えるんですけど、これ水引いてきたら、うん、普通にありますので、うん、どっちもだとこっちは多かったですよね、なんかこう、うん、まああとそうなんですね、あとね、二重の食い込み、二重の食い込みがこっちがちょっと浅いんですよね、うん、OK、でもね、今回ね、皮膚、まあまあ、あらまあ、ありがとうございます、これね、これ結構多め、多めですね、多めなんですよ、これね、うん、そうですね、私気持ちいいんだから、まあ、抜歯とね、ちょっと経過させてもらう感じ。